阪神タイガース岡田監督が掲げた方針によってチーム全体のフォアボールを選ぶ数がダントツ1位になっています。そして選ぶフォアボールの数が増えたことによってさまざまなプラス要因が出ています。岡田監督の今シーズンの方針、そしてフォアボールのアップによる好影響などなど掘り下げて見ていきましょう。まず岡田監督が掲げた2023年の方針を見ていきます。近本選手に最高出塁率を目指せ、首位打者ではなく出塁率を重視しろと、そういった話がありました。このあたりからも岡田監督が出塁率を重視しているということは、すごく伝わってきます。そしてオープン戦とかでもボール球を振っていけばバッティングは崩れてしまうということですね。特に大山選手がボール球を振ってしまうとか、そのあたりについては苦言を呈していました。そしてノースリーから打てのサインを出しているけれども、すべて打つわけじゃないということについても苦言を呈していました。大山選手がノースリーから若干難しいボールを打ってゲッツーになったと、そういった場面もありまして、やっぱり高球質だ、いいボールをしっかりと打ってボール球をしっかりと見極める、このことについてもすごく岡田監督は重視しています。そして試合ではボール球を振るなっていうことについても、かなりこれまでも開幕してからも話しているそうです。そしてランナーが出なかったら何にもできへんのやからなということですね。例えばエンドランとかバントとかもそうですけれども、いろんなサインプレーをして相手にプレッシャーをかけるとか、そういった意味でもフォアボールでもとにかくランナーを出すというところをすごく重視しているわけですね。では2022年のフォアボール数、チームの得点数を振り返ってみます。2022年のチームのフォアボール数と得点数です。フォアボールの数が358個、リーグ3位、そこまで悪い数値ではないですね。得点数は489でリーグ5位という数値になっています。フォアボールの数、2022年のリーグ1位はヤクルトなんですね。でヤクルトがフォアボール1位で、なおかつ得点数もダントツトップなんですね。そしてフォアボール数、リーグ最下位は中日ドラゴンズで、得点数も最下位でございました。必ずしも正比例するわけではないんですけれども、フォアボールの数と得点の数っていうものには、やっぱり相関があるなというのが、ある程度は読み取れます。当然ながらランナーが出た方が得点につながるっていうのは間違いないと思います。野村監督も以前、先頭打者をフォアボールで出すと失点する確率がものすごく高くなるというふうに話していて、ピッチャーには先頭を絶対フォアボールで出すなというような話もありました。なので攻撃側から考えるとやっぱり出塁していく、特に先頭打者をフォアボールとかでもいいからどんどんランナーとして出していく、このあたりが得点する上では重要になってくるわけです。では2023年の阪神タイガースのフォアボールを選んだ数がやばすぎると、こちら見ていきましょう。2023年の阪神のフォアボールの数ですけれども、4試合終わった時点で24個、つまり1試合あたり6個のフォアボールを取っているということで、もうリーグダントツですね。2位が読売ジャイアンツで13個、最下位はカープで3個ということで、最下位のカープと比較するとものすごい差になっています。打率が3割4厘に対して出塁率が3割9分8厘ということですね。打率に対しての出塁率の高さというところについても極めて優秀な数値になっています。相手投手の球数を多く投げさせるとか、このあたりも影響してきますから、やっぱり勝利にも大きくつながってくると思います。球数を稼いで、ピッチャーを苦しまして、なおかつサインで揺さぶっていくということができれば、やっぱり相手投手、バッテリー、そして内野とか外野、全ての守備陣にプレッシャーを与えることになりますから、当然ながら得点の数っていうところにも影響してくると思います。ではホームランの数はわずか1本なんですけれども、得点もダントツトップであると、こちらも見ていきましょう。阪神タイガース4試合終わった時点で得点数が23でリーグダントツのトップになっています。2は読売ジャイアンツで17点、最下位はカープで6点ということになっています。このあたりからも、少しフォアボールの数と得点の数っていうのは相関があるのかなというようなデータになっています。そしてホームランの数は1本だけということで、原口選手が代打でホームランを打ったダメ押しのホームランだけということになっているんですね。それでも得点を稼げているっていうのは、やっぱりフォアボールの数の影響もすごく大きいのかなと思いますね。やっぱりホームランがたくさん出れば当然ながら得点も増えていくわけなんですけれども、1本しか出ていなくても、読売ジャイアンツはホームラン4本出ているんですけれども、そのチームよりも多く得点を稼げているというのはすごく大きいですよね。ボールを見極めるっていう意識もやっぱりフォアボールを選ぶというところにつながってきますから、だからこそ打率も向上していくというところもあると思います。いいボールをしっかりと打つ、ボール球を見極める、これができればフォアボール数も増えるし、打率も上がっていく、ヒットも増えるということになると思います。
やっぱりフォアボールの数っていうのはヒットを打つっていうところよりも調子の波は少し小さいと思うんですよね。調子が悪くてもしっかりとフォアボールを選んでチームに貢献するとか、だからそういった意識がチーム全体に広がっていくと阪神タイガースの得点の安定感というところも変わってくると思います。では近本選手、中野選手、この2人の出塁率が一気に変わってきたと、こちらについても見ていきましょう。近本選手、中野選手の 1,2 番コンビの出塁率が一気に変わってきています。近本選手はやっぱりフォアボールの数が少し少ないっていうのがこれまでも課題視されていました。2021年は打率3割1分3厘に対して出塁率が3割5分4厘でプラス 0.41、 そして2022年は打率が2割9分3厘に対して出塁率が3割5分2厘、打率と出塁率の乖離がプラス 0.59 ということで、2022年は出塁率も結構上がりました。これは近本選手の打順が3番とかにも変わってきたということで、役割も変わって少し出塁率が上がったわけですね。ただ近本選手、2023年は1番で起用されていますから、平均的にはだいたい出塁率でいうと打率よりもプラス 0.4 ぐらいということで、結構フォアボールを選ばないタイプの1番バッターという印象なんですね。ただ2023年は4試合終わった時点で3割5分7厘、フォアボールが5つ、出塁率5割2分4厘という素晴らしい成績を残しています。近本選手自身もフォアボールを選ぶということを意識しているというふうに話していました。そして中野選手、2021年は打率が2割7分3厘に対して出塁率が3割2分1厘でプラス 0.48、2022年は打率2割7分6厘に対して出塁率3割1厘ということでプラス 0.25、かなり2022年はフォアボールの数が少ないというシーズンになりました。ただ中野選手も意識が変わったようで、打率3割5分7厘に対してフォアボールが4つ、出塁率5割と素晴らしい成績を残しています。続いて佐藤輝明選手がリーグトップのフォアボール数と、こちらも見ていきましょう。佐藤輝明選手なんですけれども、開幕4試合終わって、他の選手がかなりバッティング好調ということもあって若干状態が心配されている状況ではあります。ただ打率はやっぱり2割5分、ヒットは3本しか出ていないんですけれども、フォアボール7つ選んでいて、出塁率で見るとなんと5割なんですね。ヒット3本しか出ていないんですけれども、そのうち2本が2塁打ですし、出塁率は5割で OPS 0.9 を超えているんですね。打撃が不調というふうに言われている時であっても、フォアボールを選ぶことができれば、当然ながらチームの得点とかには貢献できるわけですね。特に佐藤輝明選手は球の見極めっていうところはこれまでも課題というふうに言われていました。三振の数っていうのもちょっと多めかなという印象はあります。なので佐藤輝明選手が出塁率とかを意識して、フォアボールを意識して、高球質だいいボールをしっかりと打って、ボール球に手を出さないということができるようになってくれば、もっともっと成績も上がってきますし、ホームランも増えてくるとか、打率も上がってくるとか、そういったところも期待できると思います。以上です。